ヤニック・ノアはフランス団出身の歌手で元男子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス3位、ダブルス1位。ATP ツアーでシングルス23勝、ダブルス16勝を挙げた。身長193センチメートル、体重81キログラム、右利き。1983年の全仏オープン男子シングルス優勝者で、 フランス人の男子選手としては現時点で最後のグランドスラム大会シングルス優勝者である。サービスボレーのプレイスタイルを得意とした選手で華麗なパフォーマンスで高い人気を持っていた。2015年9月よりデビスカップフランス代表監督に就任。ヤニック・ノアの父親はカメルーン出身でフランスの CS スバン・アルデンヌで活躍していたもと、 プロサッカー選手であり、母親はフランス人であった。父親は試合中の怪我により、サッカー選手を引退してカメルーンに帰国したため、ヤニックもカメルーンで育った。ヤニックが11歳の時、黒人テニス選手の先駆者として活躍したアーサー・アッシュがカメルーンを訪問した際、ヤニックの非凡な才能を見出し、アーサー・アッシュの全面支援の下で、 南フランスのニースでテニス選手としてのキャリアをスタートさせた。子供の頃から地味、ヘンドリックスなどの音楽に憧れたが、職業はテニス選手の道を選び、1980年にプロ入りする。1983年の全仏オープン決勝で、ノアは大会に連覇を狙ったスウェーデンのマッツ・ビランデルを6から2、7から5、7から6で破り、 地元の大会で1946年のマルセル・ベルナール以来37年ぶりのフランス人男子シングルス優勝者に輝いた。これを最後にフランス人の男子テニス選手は4大大会のシングルスタイトルを獲得できない状態が続いている。1991年に現役を引退し、男子国別対抗戦、デビスカップや女子国別対抗戦、フェドカップの監督として、 フランスチームを優勝に導いた。デハイの優勝は1991年1996年の2度達成し、フェドーハイも1997年に初優勝を実現させている。2005年7月9日に国際テニス伝道入りを果たした。現在はもう一つの夢であった歌手として世界的に活動している。また、自身の名を冠した基金を設立し、 テニスを通じた若者への事前事業も行っている。これは、自らもまた、アーサー・アッシュの力添えで成長したことによるものである。ヤニック・ノアはこれまでに二度結婚している。最初の夫人は1978年のミス・ユニバースのスウェーデン代表で、モデルとして活躍後に彫刻家に転校したセシリア・ロディ。なお、彼女との間に生まれた子供の一人が、 NBA バスケットボールのシカゴブルズに所属するジョアキム・ノアである。ジョアキムは NCWA トーナメントでフロリダ大の中心選手として2連覇を達成した後、シカゴブルズに入団した。また2番目の夫人は1980年代から1990年代初頭にかけてスーパーモデルとして人気を博したイギリス出身のヘザー・スチュワート・ホワイトである。そして現在は 音楽関係のビジネスに携わるイザベラ・カムズと暮らしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。